はいどうも、岐阜の異端児会です。今回は占い師、なんか久々な気がする。はい、こんな感じです。暗殺者とかね、怪盗、蘇り人狼の丸人狼か。さあ夜の行動、あ、初日占いありや、やった行くぞ。さあどうしようかな。9分の2やぞ、9分の2、9分の2。メアリー、いや待てよ、10秒前あんなかな。さあ、あーしまった。はい、信用負け。はい、モブジーが死んだと同時に高評価をよろしくお願いします。そしてフランクが死んだ。ということは人狼陣営を取ったな。さあ話し合い。よろしくお願いします。おはよう。おう、イエイ。あんなしろー。マジで、お、うまい、ナイス、お、エリック、ナイス、ナイス、ナイススライド。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。お、マイク釣りかな。マイク釣るか。マイク釣るか。マイクがめっちゃゴリ押ししてきたんやけど。マイクめっちゃゴリ押し、ごめん。オーケー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 。うん、エリックの村目は相当上がったな。うん、そうそうそう、マイクそれな、それな。一応ね、アンナが、あれ、アンナいなくね？あれ？あれ？アンナいない。せっかく白なのに、せっかく白なのに。やば。うわぁ、マジかよ。おはよう。うん。エリックはすらね。すらね。適当なこと言っとんなぁ。みんな何？なんかあんまりやん。あんまりやん。え、もう指定していい？うん。指定していい。もうなんか適当、いいよ。もうなんかみんなあんまり、なんか縦長屋で、ま、ショーにする？え、もう何これ。みんなあんまり、うん、あんま話してないよね。話してないよね。もし、なんかみんな適当じゃね？みんな適当じゃね？これ。ショーンでよくね？ショーンにしよーん。しよーん。ショーンにしよーん。OK。ショーン処刑にしよーん。処刑にしよーん。ショーン、うん。一旦よろしく。ショーン市民？ショーンなんかある？なんかある？ショーン弁。めっちゃ適当じゃねみんなこれ。ネタ部屋みたいや。ショーンのスムラ発言なんかあったっけ。スムラ発言あった？スムラ発言あった？待って、スムラ発言あった？
ショーンだね。だね。いやいやいや、マイクどうした？めっちゃかばうやん。マイクめっちゃかばうやん。めっちゃかばうな。かばうね。僕釣るのは全然あり。まあショーンでよくね。マイクさん、ショーンとマイク人狼だったりして、マイク人狼かもね、かもね。そうそうそう、マイク驚くほど変わってるよね。生存意欲ない村人、村里ない、マイクとショーンのライン、なんなんだろう。なんでこんなに誰でも部屋だよ。ちなみにみんなたまにコメント欄であるけど、何部屋でやっとるんかって。俺誰でも部屋でやっとるで。初心者部屋でないでな。おう、イエイ。タリウド守ってねー。 See you、 バイバイ。待って、時短進化ったでアンナ死んじゃうよ。30秒前、アンナ強進か、これアンナ強進かな、強進者なのかな。10秒前。占い師太鼓なかったから、太鼓なかったから。いや、アンナ多分強心じゃねえかな。さあ、夜の行動。どうしよう。マイクほっとくか。適当すぎる人にするか。全然喋ってないもん、サンドラとか。10秒前。もういいや、メアリーしよう。おーし、来た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 。うわ、サンドラか。なんでサンドラ噛むんやろ。え？ J が死んだ。なんかあったっけ？なんかあったっけ？これ話し合い。適当に暗殺しただろう。おはよう、おはよう。ありがとうございました。よろしくお願いします。人狼を見つけたぜ。ぜ。カミングアウト。メアリー、例の写真をしとる。メアリー釣りで。釣りで。まあ、人外いっぱいおるかもしれんけど。待って、これ人外いっぱいおるパターンじゃない？人外いっぱいおるパターンじゃない？これ。時間よろしく。大丈夫か？暗殺？暗殺したのか、これ。したのか、これ。大丈夫？大丈夫？メアリー人狼だよー。市民どんだけいるのか、市民何人いるのか。メアリーだね。マイク強心、マイク強心者、強
信者。え、やば。え、大丈夫。30秒前。え、全員人外これ。全員人外。メアリー人狼だよ。大丈夫かこれ。全員人外かこれもしかして。俺以外全員？俺以外黒か？俺以外黒だったりして。だったりして。欲しい。お！大丈夫だった？どういうこと？待って、マイク狂信者で？エリックがノアル人狼で？メアリー、な、何？どういうこと？どういうこと？あれ終わったし、エリックなんなん、エリックはなんなんだろう。マイクもやけど、あれ、クリス占いで、エリックカリウドで、マリアンヌ市民、メアリーノアル人狼、マイクが暗殺者で、フランク市民で、サンドラが蘇る人狼で、ジェイが霊能者のショーンが市民、ん？サンドラ暗殺？暗殺？された。え？マイクめっちゃ適当じゃん。マイク。マイク適当やん。適当やん。適当に殺したんや。マジか。マイクや。え、回答誰？回答誰？クリス適当ちゃう？狂信。あ、アンナ狂信ないな、やっぱ。うん。回答アンナか。あ、アンナ回答かよ。回答会。かわいそう。かわいそう。フランクあんまり好きくないとか言われてる。超適当なのに。僕に逆らうと、え、僕に逆らうと暗殺しちゃうぞって言っとるし。よく見たら。なんだこれ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日の動画もぜひ見てください。そしたら、ありがとうございました。